海外の皆様こんにちは。リバースにて若宮千春役を担当させていただいてます、西本りみです。イチライヘオオンワンリバースパー、私の演じている若宮千春ちゃんは、串カツ屋さんの看板娘の女の子でありまして、結構こうやなんか柔らかい感じというか、ふんわりしたこうホワホワした女の子が多い中で、こうそんなみんなをちょっとビシッと突っ込んであげるようなツッコミ担当な、女の子でございまして、なんでしょう、すごいちょっとみんなにとって、みんなよりもちょっとお姉さん的雰囲気のある女の子かなって思っております。はい、リバース実際にこう遊んでみてですね、もうとっても簡単だし、こうワンプレイの時間が結構短めなのでサクッと遊べるし、なのにこうドローカードを引いた時のこうその運だったり、なのにこうどのカードをするかこうするかみたいな駆け引きとかもねあったりして、結構短いワンプレイの中で本当にいろんな一喜一憂しながらとってもとっても楽しめるカードゲームだなって思っております。なんとこのリバース、海外でも日本と同じく3月19日に発売です。海外のユーザーの皆様にも楽しんでいただける4種類のトライアルスタートデッキも出ますので、ぜひぜひ海外の皆様とも対戦したいなって思っております。ご購入の際はお近くのカードストアや担当問屋様へお問い合わせください。皆様たくさんリバースで遊んでくださいね。チェンドドアコアチョンシェイシェイ。